桂丸タスクは、大阪府大阪市出身の落語家。本名、藤田ゆかり。大阪梅田のど真ん中で産声を上げ、天神橋筋六丁目で育ち、天馬でアルバイト、現在は、南森町にある、天馬天神繁盛亭の講座でおしゃべりをしている。落語の演目にもある、初天神の日に生まれ、天神祭りのイメージがある天神天馬花娘にも、 選ばれたという過去があり、地元大阪天満宮、天神さんに深くご縁がある。落語の道に進みたいと天神さんにお願いをして、すぐに師匠から入門のお許しを得た。天満界隈から一歩も出たことのない箱入り娘。実の母は本物の運命鑑定士。妹はテレビ制作会社勤務。看護師になってほしいという親の期待には応えず。 高校を抜け出して、お笑いのオーディションへ、放課後は、お笑いライブや公開ラジオを聞きに行き、授業中は真面目にきちんと机に向かい、先生の話を聞かずに寝オ作りの日々。高校の先輩には、加納美香がいて、国語の教科を同じ先生に教わっていた。高校を卒業後、プールとジムのインストラクターの仕事をしながら、NSC へ、期生として入学し、卒業 インストラクター時代には、ダンベル体操、ストレッチ教室、大人子ども水泳教室、アクアビクスなどのレッスンを多数受け持っていた。その後、お笑いの舞台に立ちながら、野外劇団、楽一楽座に入団し、演技の勉強をしたり、天神祭イメージがある天神天馬花娘、福娘に選ばれるなど、自身に適した何かを一生懸命に模索していた。2009年、 太目に止まった広告を見て、天馬天神繁盛亭の落語入門講座に通い始める。その時の主任講師で、現、師匠、桂米助ヨネスケの研ぎ澄まされた芸に惚れる。2010年4月、桂米助ヨネスケに入門。師匠、ヨネタスクのお名前の一文字、タスクの字をいただきまりタスク、よく見ると、まりの中にも、米の字が入っており、実質に字ともいただいている。 とてもお得な名前である。入門にあたり、高校在学時から芸の道に進むことを反対していた母から再度反対されるかと思いきや、あっさり応援するとのこと。後に母が入門同時期より家族に内緒で占い師になるための専門学校に極秘入学をしていたことを知らされる。入門同年8月に開催された天馬、天神繁盛亭。 天馬天神藩上亭入門講座講師の会にて、初舞台。2021年4月より、所属していた、米朝事務所を離れ独立。フリーとなり、一層の精進を重ねている。落語修行中と年季が明けてからの2回、腰椎椎間板ヘルニアの大掛かりな手術を受け、腰の骨をたくさん削られている。腰の激痛のため、応募者のご支障型を放っておき、 当時現場で一番若手だったにもかかわらず、楽屋のソファで終焉まで寝かせてもらっていたこともある。しかし、2019年より始めたヨガに夢中になり、腰痛とは無縁、痛みと別れを告げた。現在は、大阪府と夜中市在住。2歳と3歳の子供を育てながら、2時、ママ話し家として、天馬天神繁盛亭などの舞台に出演する。わーわー言いながら、日々奮闘中。 自身の子供が通う保育園では、保護者会役員を務め、会長にまで登り詰めた。趣味の、蝶津貝をモチーフに、独創的で、奇想天外な、様々なハンドメイド作品を目覚ましく展開している。インスタグラムでは、話しか、カツラマリタスクメリンダジーゴとしてだけではなく、母としての日常オープンヒンジ、また蝶津貝専用メリンダジーゴヒンジジョイントのアカウントも存在する。 主な落語会、カツラマリタスク落語勉強会、カツラマリ、タスクのぷくぷく騒会、花の女子学園その他 MBS 企画、YouTube 番組、福助。大阪府豊中市の YouTube 番組、豊中チャンネルなどに出演中。2009年度大阪天満宮、天神天馬花娘に選出しみちょうつがい観察、木の枝をきれいに磨くこと、ソーイング。 土を掘ったり草花を育てること、ちょっとした、占い、サイクリング、カフェでおしゃべり、ヨガ、日本舞踊、長唄特技水泳、乗馬検定5級。ありがとうございます。